否定最後になりました。今日は否定語を使わない否定表現について学んでいきましょう。前回の動画と違うところは、ノーとかノットのような、否定語を使わない否定表現ですね。ですから、一見否定語に見えないんですが、訳としては、ないとか、何々しなかったのような否定の表現になります。はい、それでは早速見ていきましょう。例文一つ目です。John would be the last man to disappoint you. ジョンはあなたを失望させるような男ではないとなりますが、なんでこんなことになるかというと、このラストがポイントです。最後の人ってことですね。はい。最後の人ということは、これ何かというと、ランキングがあるわけです。失望させる人ランキング。ね、これがあって、このジョンっていうのは一番最下位に位置しているわけです。つまり、一番相手を失望させない人でしょう。だから、このように、決して何々する人ではないというふうな否定の意味になります。ですから逆に、彼は完璧にあなたを失望させる男だって言いたいときには、John would be the first man っていうふうに1位の、ね、ところを喋る必要がありますね。はい、2つ目です。Nobody is free from faults。はい、free は自由ですよね。つまり、この faults、欠点から自由、欠点から免れている、逃げることができるってことですね。はい、そうすると、欠点から免れるということは、これは欠点がない。そんな人はいないというふうになるわけです。はい。そして3つ目。That newspaper article is far from true. はい。新聞記事というのは、真実から far、遠いということですね。真実から遠く離れている。つまり、真実とは全然違う。決してないという否定になります。4つ目。Mark is anything but a hero. マークはヒーロー以外の何かである。さあ、これ前回 nothing but をやりました。nothing but の場合はヒーロー以外の何者でもない、だからヒーローのことなんですね。でも今日はヒーローではなくて anything なんだと言ってるわけなので、決してヒーローではないというふうな否定になります。はい、5つ目です。They failed to reach an agreement. Fail というのはこれ失敗するということですから、合意に到達するのを失敗した。まあ、要するにし損なったというふうになるわけですね。はい。この fail to は実は、この never fail to と一緒に使うことで、ね、二重否定になって、し損なうことは決してない。つまり必ず何とかするという意味になることでよく使います。はい。そして続けて、この fail to に関してはもう少し言いますが、never fail to イコール、これ be sure to。きっと何とかするという表現にもなりますので、まあ、ここに書いてる通り、まあ、会話で言うときにはこっちの be sure to、ね、ストレートに言った方がいいよね。この周りくどく never fail to とかっていうのは聞いてる方もああどっちじゃってなりますね。はい。そして次です。最後の例文。His theory is beyond me。はい。beyond というのはこれ超えるという意味ですね。前置詞です。つまり何か一定のラインがあって beyond というのは超えてるわけです。この一定のラインというのが今日は私という人からするとその理論を理解する理解レベルです。この理解レベルを超えてるというところから何々できない。私には理解ができない。なんて言ったりします。はい。それと同じ表現で、above というのもありますね。この above も一緒です。私の上である。同じですね。ラインの私の上であるわけだから理解できない。というふうな意味になります。はい。あと2つだけ行きましょう。このさらに進んでの中のここです。out of というやつですね。これも out of ですから外に出てる。という意味ですから、例えば、My uncle is out of work now. 私のおじさんは現在仕事から出ている。つまり仕事外、仕事をしていない。無職だということですよね。はい。このように、一見、not はなくても否定の意味合いになったりします。そして最後、3番、これ勘違いしやすいんですが、yet、ここに否定の意味が入っているので、まだ何とかしていないという意味になります。A new political scheme or system has yet to be established. 難しいですが、新しい政治の枠組みとか仕組みっていうのはまだ確立されていないという、ここが否定の要素になります。はい。このように yet が not の働きまでしてくれることもあります。はい。ということで9個、ここではね、ポイントを見てきましたので、
これを使ってチェック142を使、解いてみましょう。はい、また授業の方でこのイディオムですね、一問一答でパッと出せるように練習をしてきてください。それでは授業でお会いしましょう。 Thank you for watching.